はい、じゃオ、神岡です。今日はですね、えー、7月1日木曜日ですね。今日、あのー、6月最終日でしたね。えー、そういった意味では、7月1日木曜日の注目株、注目銘柄と、それからですね、世界と日本の気になるニュースですね。おビジネス、キャリア、そして、えー、投資に役立つ情報ですね。こちらの合併号ってことでお届けしたいなと思っております。今日は珍しく今日は青い、あのー、ちょっと T シャツを着てるんですけども、なんかあれですよね。あのー、医者みたいですよね。あの、外科医とか。 あの、歯医者みたいなね、あの、マスクをすると、なおさらそんな感じに見えてしまうんですけども、 まあね、コードブルーみたいな形でね、ドラマのですね、まあ、どこまでも自分をね、よく評価する神岡です。あとね、えー、ちょっとね、えーあのー、こちらのですね、東洋経済オンラインさんで、僕のですね、記事が、あのー、まあ、気候という形に,になるのかな、それが遅い人が良いと信じている三大悪習慣ということでね、<laughs> えー、この記事がですね、今東洋経済オンラインさんでなんと、えー、ランキングで 確か、えー、読まれているら記事ランキングですね。5位とか4位とかになりました。非常にですね、えー、人気のコンテンツとして、えー、まあ連載はされないんですけども、えー、今ね、非常に評価上がってますので、 あのビコーナーにですね、えー、まあ、リンクを貼っておきましたので、えー、ぜひ気になる方はね読んでいただきたいと。で、この本はね、高速仕事術っていうですね、えー、僕の近著ですね、最近書いた、えー、ビジネス書のまあ、引用部分をね含めた内容になってるんですけども、なんとね、えー、Amazon ランキングで僕のねその高速仕事術がなんと3位になるっていう3位ってすごくないですか。あのね、あのー、いわゆる AKB とかね。 えー、ホリエモンとかね、えー、その辺も一気に抜いて、あとはね、え、ライトノベルとか、<laughs> ライトノベルとかも抜いて、ライトノベル強いですからね、えー、書店ランキングでね、えー、それで3位になるって、まあ、あの、東洋経済オンライン様々ですよ。あの、東洋経済法ね、ビジネス書,書とかね、ビジネス系だと、まあ、ね、やっぱ東洋経済って強いですよね。えー、最近ダイヤモンドオンラインも強くなってきてますけども、やっぱり、えー、東洋経済さんと。 ということで、どうもありがとうございます。ね、皆さんもね、四季報を読んでいただいたらと <laughs> 思っております。それは含めてねえ、今日も日経平均がね、えー、ちょっとしっかりまず振り返りたいなと思うんですが、マイナス21円安ということで、まあ、あのー、まあ、まあ、まあ、三角持ち合いですよね。 の、まあ、非常に分かりやすいレンジになってます。今日はね、僕のあの、まあ、メインの証券講座である楽天証券見ましたが、マイナス28万ぐらいですかね。えー、ま、利益が、あの、減ってましたね。えー、だからま、昨日と、えっ、ー、と、合計すると、110万から120万ぐらい減ってますかね。まあ、しょうがないですよね。今は耐える時ということになります。もう大きくね、下がってきた場合は、つなぎか、まあ、利確か、それから追撃外かね、えー、何かな、 何かしらのアクションは起こそうとは思っておりますがそれは全部番組でね え、シェアしていきたいなと思っております。別にその通りやれば、勝てるとは限らないですよ。だ何しろ、何しろ、その時は大体、あの、負けてる時なので。まあね、僕はどのような形で、ね、今まで散々調子いいこと言ってた僕が、えー、負け込んでくるのかっていうのもね、えー、ちょっとねと、お届けした方がいいんじゃないかなと。そういうアドバイスもいただいたんでね、別に、たまたま今はね、でも、負けにくいですよ。だって20年からね、21年、あの、相場上がってるのでね、その中で自分だけ負けたら、あの、やばいじゃないですか。 なので、まあ、それはなかなか負けにくいんですけども、まあ、この先は分かんないのでね、負けたら負けたで、まあ、それもちゃんとオープンにしていこうと思っています。ただね、えー、まその、下がってる時のダウントレンドをどうその、しのいで、えー、やり、越していくかとかね、その中でどのような形で、まあ、あの、相場を泳いでいくかね、 えー、まあ、くるくる回転させていくかとか、そのあたりの技術みたいなところをちゃんとね、えー、詳しく述べていきたいなと思ってますので、ただね、えー、まあ、他の YouTube さんがあるように、700、7000万負けましたみたいなね。ガーンみたいな。まあ、その番組だと、あの、正直、あの、勝てるようにならないですよね。なので、ちゃんと勝てるようになることを、まあ、前提にしてね、皆さんがね、なるべくですよ。あの、そういった意味でお届けしたいなと思っております。それから、まずはね、えー、この番組でお伝えしている通り、 えー、マザーズ相場はいずれ来ますよ。あの小,が小型株のね、えー、そういった人気、えー、テーマになる可能性はありますが、ちょっとその機運もね、えーまあ、徐々に高まっている可能性はありますよね。この日経平均が下がっている中でも、マザーズだけはね、今ひたすら、えー、しのいでますので、まあ、この辺で買ってる大口が仮にいるとすれば、 マザーズ相場ってこともあり得るかもしれないですね。でも先物はね、ニューヨークダウン先物今、マイナス107ポイントってことなので、まあ明日も下がるのかと。まあ月末が下がるっていうね、法則がどんぴしゃでもうここどのぐらい当たってますか、えー、6ヶ月ないし7ヶ月ぐらいね、えー、月末には下がるっていう法則性がね、えー、まあ、 常にね、えー、今当たってるっていう、まあ面白いですね。えー、そういった意味ではね、えー、どうなるか。これがまたね、えー、上昇の兆しになるのか。今度こそね、大きな急落の、まあね、はしごを外されるきっかけになるのかっていうのはわからないですけども、まあ常にね、えー、戦々恐々としながら相場を泳いでいきたいなと思っております。僕なんかよく相場を泳ぐとかね、くるくるさせるとか言いますけども、結構古い投資家ほど、まあそういうふうに言いますよね。えー、まあまあ、毎日毎日ね、まあ相場は水物なのでね、<laughs> 水物っていうのも古い言い方ですけどまあその中でねえ僕たちは泳ぐしかないわけですよ。まあね急流になれば平泳ぎで必死に、えー、アップアップしてね、えー、まあいい時はね、えー、後ろからね、えーまあ、追い風みたいな形で、まあ、流れになれば、まあ、それはスイ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 ね。 えー、泳ぐっていう形になります。で、こういう形でね、えー、ひげより広く一般に講示されたね、実際の決算の中から今日もね、えー、高材料、高決算ですね、ご紹介していきたいなと思っております。あとね、えー、気になるニュースですね、早口でご紹介していきます。ただ、技術の習得を目指すものになってますので、その点だけはご了承ください。まずはね、えー、30日日経平均3日続落。3日ですよね。 うん、まあ本当に月末に向けて、まあ法則性が今生きてるという形になってますが、まあ感染拡大が重視しになっているというのはあるかなと。まあ東京都もね、えー、まあまた増えてきてますよね。まあでもね、えー、まあコロナワクチンちょっと足りないみたいですけどね。あのー、そういった意味では企業のね、えー、接種がちょっと一旦、あのー、止まってますよね。えー、という発表もありましたけども、あのー、そういった意味では、うん、まあ、あとね、月、もうオリンピックも始まってしまうのでね、まあそれを言うしあしは別にして、 まあ、今から、今更ね、えー、中止にはできにくいので、まあ、なんとかここでね、ワクチン接種をね、えー、早めたりとか、まあ何、何かしらの対策も必要かなと。ただ僕ね、えー、昼間、えー、最近よくテレビつけながらね、仕事してることが多いんですけども、まあ、ニュースをいろいろ聞こうと思ってね、通常僕はあんまテレビからニュースって拾わないんですよね。やっぱ時間がかかるのでね、あの、やっぱそ、あのニュースをね、ネット上で速読した方が、まあ、単純計算で60倍早く、う からの方がインプットできますよねテレビだと、まあいらないコメンテーターの発言とかね、えー、なんとか編集、あの、委員長のね、えー、どうでもいい、どうでもいいコメントとか、たまに長嶋さんのね、あの、ジュニアですよ、が急に怒り出したりとか、余計、余計すぎて時間かかりすぎますよね、インプットするのに。昔はあのペースでも良かったんですけども、これだけネット、そしてね、ネットフリックスと、まああの、 YouTube がね、2倍速ができるようになったら、もうなんかね、父として進まないみたいな形に感じちゃいますよね。これ怖いですよね。それだけ私たちの、あの、まあ、なんて言いますかね、時間の速さの感覚が高速化してるということになるんだと思いますね。まあそういった意味ではテレビはあんま見ないんですけども、まあ、最近ちょっとね、流しているようにしています。で、そうしたらね、まあ朝から晩までコロナのニュースしかやらない。もうびっくりして、あの、こんなにコロナしかやらないんだ、みたいなね。 あの、どんだけコロナ好きなんだろうみたいな。他のニュースないのかなみたいなね。まあ、それぐらいずっとやってるっていうのはすごいですよね。まあ、ちょっとね、余談になりましたが。あとね、えー、アメリカの住宅価格数ですね。えー、4月はね、前年比で16、14%上昇ってことで、30年ぶりのね、最大の伸びなんですよね。で、これどのぐらいのね、えー、過去最大ということになっているかというと、1988年まあ、あの、ぐらいから、 比べて、まあ、ものすごくね、えー、上昇率になってるってことなんですよ。で、不動産バブルはね、この番組では、まあ、あの、繰り返しね、えー、見てる人だったら、ね、あの、ご記憶にあると思いますが、不動産バブルが一番最後に上がるんですよね。えー、そういった意味では、えーまあ、株が上がってね、えー、まあ、ね、他のコモディティも上がり始めて、鉄鋼とかね、商船系も上がったと。いよいよね、えー、不動産バブルに着地するってことはね、えー、この相場がね、えー、ちょっとね、 最終段階の兆しはもう見えてきてますかなと思いますね。見えてきてますかなってちょっと日本語になってませんが、これは別に今言ってるんじゃなくて、もうこの番組を始めたね、えー、僕は今ちょうど11ヶ月目になりますけども、おもう 2, か2ヶ月目ぐらいから、この順番で相場っていうのは気づかれていきますよということは伝えてきますよね。そういった意味ではね、あと金もそろそろ上がる可能性はありますよね。金なんていうものは、こういった相場の最後の方で上がるので、早めに仕込んだらね、 ただただ資金の回転率を引き決めるだけかなと思いますね。で、個別銘柄もね、もちろん今後私やっていきますけども、まあそういった意味ではね、急落時に、まあインデックスとか世界株投資とかね、えー、全世界投資ですね。えー、まあそういうところに若干資金をね、シフトするのも、このステージではね、悪くはないかなと思っております。その番組をちゃんと伝えますのでね、えー、まあちょっとやりやる詐欺みたいになってきてますので、まあちゃんとね、週末に時間を取ってやっていきたいなと思ってます。まあ結構時間かかるんですよね。あのそういった番組、あの 準備するのにね、そういった意味ではちゃんとしっかりとね、えーまあ、あのロジカルに、えー、構造的にお話したいと思うのでね、えー、そういった意味ではちょっともうちょっとお待ちくださいでね、えー、まあそういった意味では、まあ、不動産上がってるなっていう形なのでちょっとね、えー、バブルの最終局面、まあ、最終局面いつもあれですよ明日急落するとか、えー、来週暴落するとかそういうこと言ってはいけないですよ、まあ、出口戦略が、まああのね、必要になってくるのかなっていうステージになってきたということになりますね、まあ、相場っていうものはね えー、まああのねあのいわゆるそのステージがありますのでまあ黎明期からね会社の会社の成長と同じで黎明期からまあ成長期そして成熟期になってでは一つ終わっていくとでそれがあとねまた新しいまあ相場が始まっていくんですけどもまあ、この繰り返しがないとね、えー、やっぱりその大きくね資産を逆に築けない。 わけなんですよね。だって安いところで仕込めないわけじゃないですか。もちろん空売りをね、繋いでいくってこともできますけども。まあね、その、でもね、えー、買う、買い方でいるにしろ、売り方で空売りをするにしろ、やっぱりあの、上、上に上がれば下に下がる。下に下がれば上に上がるっていう、この大きな波をね、捉えていかないと、まあなかなか資産っていうのは、実は増えにくいんですよね。この小刻みのあるところを取っていくっていうのは、結構相場市とかね、えー、僕みたいに相場歴21年の中でも、やってるね、投資家の中でも、まあね、あの、 リスクも大きいということですよね。その小刻みな動きを取るっていうのはね。あの、そういった意味ではね、大きな憂いを取っていった方が、まあ、やりやすいというのがあります。だから、まあ、急落するんだったら急落するでね。えー、まあ、準備は必要かなとは思っていますよね。明日じゃ、明日の話じゃないですよ。このね、全体の流れだから、もしかしたら来年とかね、来年の夏とか。 まあ、そのぐらいのスパンで起こり得るんじゃないかなということをお話ししています。それからね、えー、今度はね、えー、気になる、まあ、あの、材料なんですけども、中外製薬ですね。えー、新型コロナ治療薬をね、えー、まあ、厚生労働省に承認申請ということで、まあ、次々ね、えー、日本のね、製薬会社も起こしてますね、こういったね、動きをですね。で、1年中後ーで見るとね、中外製薬、今日ちょっと同意づいたんですけども、まあ、出たばかりの材料ということでね、まだそんなに注目に値するようなね、動きにはなってないと。 で、一日あた見るとね、前回高値が6,500円で、一旦、すごくね、押し込まれていますよね。このあくまでこの短期の1年で見るとね、えー、そういった意味では、この材料面白いという投資家がいたらね、まあ、研究銘柄にしても面白いんじゃないかなと思っております。それからね、ちょっとね、えー あの、冒頭、ちょっと長く話すぎたので、ここから早口でいきたいんですが、HIS ですね、えー、本社社屋をね、えー、売却ってことですかね、えー、賃貸にするっていうことです。で、えー、325億円のね、えー、にの、まあ、利益を得たっていうことなんですけども、えー、まあね HIS ね、非常に苦しいですよね。で、おそらくね、社員のリモートも進んでいて、まあ、ホテル事業とかね、ハウステンボスはまだ保有してるのかな、えー、は、 えー、まあもちろん社員がね、出社しないと。まあ大体エンターテインメントとかね、やっぱ旅行業とかね、サービス業っていうのは、リモートができない分ね、苦しいですよね、えー。そういった意味ではね、ホワイトカラーって言いますか、まあ従業員の残りのね、えー、人たちは、まあね、別にリモートでできる分はね、えー、するんだと思いますので、まあもう本社社屋いらなくないみたいな、こんなでっかい固定資産でい、パッパッパと売ってね、えー、もうね、あの、負債からね、えー、なくしてしまった方がいいんじゃないかっていう判断。 これはね、電通もそうだと思いますね。まあ、より身が軽くなるし、フットワークが、まあ、しやすくなりますね。今後何が起こるかわからないのでね、広告業界も、こういった旅行業もね、えー、当然私たちの会社もそうなんですけども、私たちとかですよ、皆さんも含めてですね。なのでね、えー、やっぱりかかとを常に浮かせられる経営というのは、非常に、えー、まあ、なんて言いますかね、倒産しにくいですよね。あるね、社長さんと話していて、あこういった考え方あるんだなと思う、すごい、まあ、勉強熱心の社長さんなんですけども、 いやね、成長しすぎる会社っていう考え方もあるけど、亀岡君、違うんだよね。倒産させない経営っていうのも大事なんですよ。で、僕がやってるのはね、えー、例えばね、ーエ s とかね、えー、しっかりと社員に厳しくするっていうのは、成長させる経営ではなくて、 倒産させない経営なんだよね。とああ、なるほどね。と倒産させないために5カ年計画を作るとか、倒産させないために合をするっていう。まあ、僕もそういったね、あのまあ、あの気持ちはありますけども、常にそう社員に接するときにね。あのまあ、そういったね目あの まあ、明文化するとね、面白いなと思いましたね。これ、明文化するっていうのはまた結構大事なんですよね。今日ちょっとね、長く話そうと思うんですが、なぜ明文化するのが大事かっていうと、いわゆる概念的な考えというのは、頭の中でもやもや考えているうちっていうのは、まあ確かにね、えー、知っているようで、実はね、それをよく使いこなせない。よく人に伝えることが難しく。 なりますなので、ちゃんとそ、ね、言葉にしていくってことがとても重要で、言葉にするからこそ、それがね深く理解できて、深く実行できて、深く相手に伝えて、相手を動かすことができるんですよね。でもがまやしているものはね、概念は、常にね明文化していくということをね工夫してみると、結構行動が早まったりとか、えー、未来のビジョンに対してね、えー、その自分のおいわゆる生き方がよりねスピーディーになっていくんじゃないかなと思っております。まあ、そういいった意味ではね苦しい 苦しいけども、まあ、かかとを浮かしてきたってことはね、ええー、まあ、なんとか倒産させまいっていうね、えー、そういった意気込みを感じるんじゃないかなと思います。で、チャートはね、右肩上がりずっと上がってますね。まあ、僕はね、えー、尊敬する経営者としてね、えー、まあ、沢田さんいますので、まあ、保有はしてないですけどね、えー、まあ、そういった意味では。 えー、面白いんじゃないかなってことでご紹介しました。まあ、今ちょっとね、えー、ダウントレンドになってますので、果たしてどうなるかっていうことになります。それがね、えー、出た決算ご紹介していきたいなと思うんですが、えー、パソナグループですね、2168。こちらがね、国内のね、もちろん、えー、人材派遣のパイオニアですね。で、業界3位で、今はね、上場子会社の福利厚生代行っていうのね、えー、このサービスが非常にまあ、稼ぎ稼いになっているということになっております。で、 えまあ人材派遣もね、なんとここに来てね、コーナーの中で非常に回復していると。もちろんね、懸念点もありますよね。えー、今、正社員よりも人材派遣とかね、非正規社員がね、えー、非常に急速に伸びてますね。これもまた番組にしたいんですけども、えー、なのでね、どん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 今のね、日本っていうのは非正規社員の割合が増えているんですよね。もちろん、女性が社会進出して遠端で着てるからっていうのも、 あるとは思いますね。すべてがね、そのデータ上のものをね、そのままうどみにしてしまうとね、深読みができなくなるので、まあそういったね、裏の側面もあるとは思うんですが、ただね、一方でやっぱり会社っていうものが、なかなかね、正社員化しないというね、リスクを抱えたくないと。これもまあ、まあ、経営者からしてみると、かかとを浮かしているよに近いんですが、まあ日本、 経済とかね、日本国力にとっては良くないことかなと思いますね。まあ、パスナーはね、まさに、まさにその人材派遣のね、ドンピシャなので、形状をね、前期形状ですね、16%情報修正をしてきたと。で、過去最高益上乗せですね。まあ、非常に力強い経営、な、経済のね、あ経営をね、売り上げを上げてるんじゃないかなと思います。バーンと上がってますのでね。まあ、その経営陣が誰かっていうのはここでは置いときます。そういった番組ではないのでね、えー、そういった意味では、まあ、ボンと利益が上がってるということになってますので、でチャートを見るとね、 まあ、一年チャートで見ても、まあ、ずっと、まあ元々、ね、もともとね、テーマ株でもありましたのでね、えー、ま、あのー、政治のね、動きに合わせて、まあ、あの、いろいろ、受発注中をね、非常にしてますよね。これ、電通とーパソナー、そこ非常に強いんですよね。まあ、そういう意味ではね、えー、まあ、一旦上がった後、またね、え第二上げ、まあ、二段階上げのね、段階に入っているようにも見えますので、ただ、五年チャートで見るとね、前回、四、えー、年前の高値ですよね。ここにちょっとね、近づきつつあるので、 やや、えー、高値警戒感もあるかなと思いますので、まあその辺をね、まあ吟味しながら、えー、研究してみても面白いんじゃないかなと思っております。逆にこれをね、ブレイクしたら、新高値、えー、3年前のかな ?5 年前の新高値ブレイクするようになりますので、まあそれはそれで面白いかなと思います。それからね、こちらが最後ですね、バイクオーカンパニーですね、3377、えー。33 まあ皆さんもちろんね、知ってる通り、中古の二輪車のね、買い取りで国内ナンバーワンということになります。バイコーってね、ブランドネームですね。こちらがね、非常にまあ知名度が高いと。 いうのののがね、ね。ね、非常にこの会社の中央ですよ、ね、やっぱ、ね、名前を知ってもらうっていうのはそのねえー、まあ選んでもらいやすいそれから指名検索されやすいってことになるのでやっぱりね、えー、その企業の売り上げを上げやすくしますよねで僕たちなんかね、えー、マーケティングコンサルティングの会社なのでこういった指名検索とかね、えー、ブランド価値を上げていくってことに対しては 非常にね、えー、そのコンサル力を高めている会社になりますね。いろんな会社にまあ貢献はしてますが。まあそういった意味ではね、コーナーによるね、3密の回避の影響で、まあ、バイクが売れたっていうことになってますが、まあそうですね、あの、僕なんかもね、最近、まあ一番はね、やっぱ YouTube の影響強いんじゃないかなと僕は思ってまして、やっぱ YouTube 見てるとね、キャンプに行きたくなるんですよね。皆さんも絶対、あのね、YouTube 経由でね、この番組見てるとからわかる通り、 まあね、あのー、キャンプ行きたくなりますよ。あの、見てるとね、あ、面白そうだな、みたいなね。で、もう改になったりもしますので、まあ、その影響もやっぱ強いんじゃないかなと思います。それだけ、まあ、このね、趣味が深掘りされてるんだと思います。この YouTube とかのね、番組によってね。今までテレビっていうのはマスだったので、まあ、やっぱりね、えー、まあ、エンターテイメントって言ってもね、こうやってバイク好きにね、今のバイクのトレンドとか、そのライフスタイルを届けるってことが難しかったですよね。YouTube はそれができるので、まあ、そういった意味ではね、えー、まあ、あのー、 ね、今後また伸びていく可能性ありますよね。で、形状がね、42%情報修正ってことなので、まあ、かなり、ね、いい決算出たばかりですけどね、だと思います。で、やっぱり16年とかね、この辺は非常に苦しんだんですね。こっから、まあ、業績を回復させてきたということになっておりますね。で、1年ちょっと見てもね、まあ、あの、ずっと、まあ、右肩上がりで株価を上げてますので、まあ、トレンドフォローというやり方になりますが、まあ、かなり高い位置にあるのでね、えーまあ、この辺りは高値警戒感も、先ほどのね、 えー、あれですね。パソナと同じような形で必要ですけども、まあ、あとはね、えー、まあ、その高いところをね、さらに買っていくっていうことが得意な投資家がいたらですね、まあ、研究銘柄として面白いんじゃないかなということでご紹介しました。今日はこういった形でね、えー、まあ、いくつかの銘柄をご紹介しましたが、まあ、相場ね、えー、まあ、月末にね、法則通り下がってきてるのでね、えー、まあ、ここは僕は今耐えてますけども、いつ何が起こってもいいように、皆さん、僕も含めてね、 かかとを上げていくってことはやっぱ大事なので、株式投資もね、やっぱりかかとを上げておくことが非常に大事になります。まあ、そういった意味ではね、何か、えー、急変があったら、また番組でお伝えしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは今日は以上になります。高速で GO!